これで授業は終わりだ。次の授業の準備をしろ。やっと昼休みか。今日もあと半分だ。頑張ろう。鬼滅学園の生徒の皆さん、大事なお知らせです。放送か。大事なお知らせ。今日は避難訓練もなかったはずだが。大事なお知らせってなんだろうな。さあ、どうせ不審者が現れたから気をつけてとかじゃないの。鬼滅学園指定の体操服ですが、この度デザインが変更になることに決まりました。配布日時はまだ決まっておりません。以上、緊急のお知らせでした。体操服が変わるんだってさ。このダサいジャージのデザインが変わるのか。全身灰色で囚人服みたいだったもんな。俺はこのデザインでもいいなって思ってたけど、機能はいいし。何言ってるんだよ炭治郎。体操服だって大事なアクセサリーだよ。体操服が変われば俺もモテるはず。そうなのか。というか富岡先生、先生は次のデザインを知っているんですか。いや、俺も知らない。というか体操服が変わることすら知らなかった。体育教師なのに。他の体育の先生たちが決めたことなのか。富岡先生、またもや話し合いでハブられたんですか。俺はハブられていない。こら善逸、失礼だろ。富岡先生は気にしているんだぞ。炭治郎、それ傷口に塩を塗ってるぞ。そういえば朝職員室に来たら、俺の机の上にこんなものが置いてあったんだが。袋ですか。何が入っているんだろう。さあ、時間がなくて開けられてなかったんだ。新しい体操服じゃないですか。早速開けてみましょうよ。そうだな。男子用と女子用で分かれてるみたいだな。女子用から見よう。え、なんで。善逸は女子の体操服は着ないだろう。もう分かってないな炭治郎。女の子全員が着る体操服だよ。今すぐブルマかどうか確認しないと。いや、昭和じゃないんだからそれはないだろう。年々体操服は露出を抑える方向にシフトしているからな。一体どんなデザインに。おお、色はピンク。かわいいね。早速広げてみようよ。ん、なんか生地が薄くない。ペラペラのスケスケだけど大丈夫。しかもこれ胸元が空きすぎじゃないか。かがんだら絶対に危ないですよ。このデザイン考えたの誰。本当だよ、ハレンチすぎる。天才すぎない。え、善逸。女の子の魅力を最大限引き出すための体操服だよ。これは歴史に残る最先端の体操服なんだ。何言ってるんだ善逸。ほら女子たちもすごく怒っているじゃないか。こんなスケスケの体操服など何を考えているんだ。でも先生、考えてみてよ。スケスケってことは通気性がいいでしょ。夏の熱中症予防になるじゃないですか。それは確かに。騙されないでくださいよ。こんな服じゃ女子は授業どころじゃなくなるんじゃないですか。男子たちも授業どころじゃなくなるね。善逸はなんでそんなに気持ち悪い顔をしているんだ。まったく、こんな制服を考えたのは誰なんだ。とにかく俺は職員室に戻って体育の先生たちと話し合いだな。楽しみだな、この制服を着た女子たち。ねずこちゃんはもちろん似合うだろうし、かなおちゃんやしのぶさんもこの体操服に身を包まれて。こら善逸、かなおたちで変な妄想するのはやめろ。炭治郎も素直になりなよ。富岡先生、これは産屋敷校長も知っているんですか。いや、今連絡を取ったが校長は認可していないらしい。まったく、どういうことなのか。結局体操服を決めたのは誰だったんだろうな。誰でもいいじゃない。
あの体操服を着た女の子たちが見れるんだから。あー、早く届かないかな。鬼滅学園の生徒の皆さんにお知らせです。あれ、また放送だな。昨日も思ったけど、この声一体誰なんだろう。今日から新しい校則が施行されます。校則？今日から女子は学校に着いたら全員水着に着替え、水着で授業を受けて一日を過ごしてください。え？何その最高の校則は。校則の変更だと？またしても聞かされていないのだが。富岡先生、これはどういうことですか。この学園は神だったのですね。俺のためにありがとう。待て、何かの間違いに決まっているだろう。こんなおかしな校則が認められるはずがない。それにこの放送の声聞いたことがない。確かに。女子たちが怒り出す前に犯人を突き止めないとな。頑張ってください、富岡先生。余計なことをするなよ。俺は校内調査に行ってくる。お前たちも何か分かったら連絡してくれ。わかりました。こんないたずらをするのは吾妻くらいだと思っていたが、この反応を見るにどうやら吾妻ではなさそうだな。とりあえず犯人が逃げないうちに放送室へ。富岡先生、行っちゃったな。犯人捕まるといいけど。犯人はモンイツじゃねえの。俺じゃないよ。確かにこんな校則があったら嬉しいなとは思うけど、こんな大胆なことできないし。そうだよ伊之助、善逸は小心者なんだ。そんなことができるわけないだろう。それはそれで悲しい事実だけど。それに善逸は今俺たちと一緒にいたからな。ここから放送室で放送を流せるわけがない。予約放送しとけばできるだろ。お前はなんでそんなに俺を疑うの。確かに一番に善逸を疑いたくなる気持ちはわかるけど。ちょっとは俺を信用してよ。さすがに善逸もここまでしないよな。炭治郎、お前は俺の真の友だよ。け。着いた、放送室。一体どんな不埒な奴がこんないたずらを。女子の敵成敗してくれる。そこを動くな。今からお前を。忍ぶ？びっくりしました。なんだ、富岡先生じゃないですか。どうしてお前がここに。っていうかその格好はなんだ。なんだって、たった今放送で言ってたじゃないですか。今日から水着で授業って聞いたので水着を着ているだけですよ。な、タオルを巻け。なんでです。スクール水着似合っていませんか。そういう問題ではなくて。もう水着姿の私を視界に入れた途端に後ろを向いちゃうなんて、富岡先生はウブですね。からかうんじゃない。というか忍、なんでお前はこんなところに。まさかお前がこのいたずらの犯人なのか。え？そうだ、そうに違いない。放送が入った途端に水着に着替えているなんて、いくらなんでも早すぎる。お前なのか忍。水着で授業を受けたいという願望の意味はわからないが、どうしてこんなことを。ちょっと待ってくださいよ、何のことです。いたずらって何です。しらばっくれても無駄だ。なぜこんないたずらをしたんだ。水着で授業をすれば男どもを誘惑できるとでも思ったのか。まったくひどいです。私はそんなこと思ってないです。それに水着だって着たくて着たのではないですよ。なのに富岡先生、まるで私を悪者扱いしてひどい。すまない、俺が悪かった。だからどうか泣くのをやめてくれ。もうお詫びに今度デートしてくださいね。考えておく。だからもう泣くのをやめろ。やったー、現地を取りましたからね。な、嘘泣きだと。さて、そろそろ本物の犯人さんに出てきてもらいましょうか。
忍にしてやられた。って、犯人、ここにいるのか。最初からここに隠れていますよ。ね、犯人さん。くそ、バレていたか。お前は、沼鬼。チン、顔も荒れているとはな。お前はこの地域で有名な変質者だからな。鬼滅学園は、お前のことをマークしていたんだ。変質者さんでしたか。でも、どうしてこんなことを。どうしてってそりゃ、女の子の可愛い姿を見たいんだよ。わかるだろ。わかりません。俺の前に現れたのが運の尽きだったな。くそ、成敗してくれる。ああ、まあ、さすが富岡先生ですね。木刀で一撃だなんて。それより忍、疑って本当にすまなかったな。いいですよ、デートの約束もできましたし。ちゃんと約束守ってくれますよね。わかった。その後結局いたずらは外部の者の犯行だった。俺は放送で女子たちに水着になる必要はないと伝えた。いたずらだと分かってみんな安心していたが、善逸だけは悲鳴を上げていたな。風変わりな奴が多い鬼滅学園の物語は楽しんでもらえただろうか。他の話が見たい人はぜひチャンネル登録して待っていてくれ。最後までご視聴感謝する。この動画はどうだっただろうか。よかったらコメントやいいねをしていってくれると嬉しい。チャンネル登録をしてくれればまたすぐにでも再び会うことができるな。炭治郎たちも再会を楽しみにしているのでよろしく頼む。それでは次の動画まで。さらばだ。